その調査、毎回同じことを言ってるんですが、両国の国民の認識というのはどういうふうに作られるかということをまず簡単に言います。お互いの認識というのは2つあってですね、直接的な交流において相手を知ってしまうということと、交流のチャンネルが少なければメディアの報道をベースにした感染情報に依存せざるを得ないということで、必ずこれを聞いているんですが、結果として日本は中国にその標本のことですが 14.7% が渡航経験がある。で、中国はわずか 2.7% しかない。そして中国 の, お互いに知り合いがいるかと、コミュニケーションできる友達とか知り合いがいるかということなんですが、日本は 20.1% があるんですが、中国はわずか 3.3% しかないということになるとですね、お互いが今の日中関係なり日本なり中国の情報をどういうふうに認識するかというと、やっぱり自国のメディア、ニュースメディアに依存せざるを得ないだろうと。これが次のページそこにあって、今回は 90.5% 日本の人たちが答えてまして、中国も 89.1% ですから。だから大半の人がですね、メディア情報を依存すると。ただ、いつも思うんですが、中国は中国の書籍、教科書と中国のテレビドラマ、そういうところにも少しそういうことを参考する人もいるということですね。相手国に対する印象がですね、過去2005年からやったんですが、最悪になってですね、日本は 90.1% ポイントがですね、中国に対して良くない印象を持っていると。で、一方で中国は日本に対して 92.8% が日本に対して非常にマイナスのイメージを持っているという状況なんですね。で、これはですね、去年と比較しても、中国の場合は去年悪いという印象は日本に対して悪いという印象は 64.5% ですから、30ポイント近く悪化した。で、日本も 84.3 から 90% が上がったと。これは調査時点が2005年なんですが、その頃はですね、日本が同じものが 37.9 で、中国が 62.9 ですから、それから見ると危機だった2005年から比べてもですね、今回の相手に対するイメージの悪化というのは非常に大きな、事態だと思います。で、これに関してその理由について聞いてるんですが、やはり尖閣問題が非常に響いていると。で、日本はですね、尖閣問題と歴史問題などで中国が日本を批判すると。つまりこれはですね、いつも特徴として言えるんですが、日本人は中国の今を見てるんですね。で、今中国側が非常にそれを感情的に反発したり、そういう行動に関しては非常に違和感を感じて反発してくると。で、中国はですね、今回はその決定的に明確になってきたのが、やはりその尖閣事案とそれから歴史認識、それが歴史認識をつながってですね、日本をやっぱりちゃんとしたその謝罪してないとか、そういうふうな状況を非常に思っていくと。つまり歴史認識の問題が非常にまた復活しているという印象を高く思いました。で、次に私たちが非常に注目しているのは、相手国に対する政治、社会的な体制をどのように理解しているのかということなんですが、日本はですね、ほとんど変化毎年しないんですね。中国は社会主義で共産主義の国だと。で、それに対してあとは全体主義という国ですね。この印象はいつも必ず上位にあってですね、有識者は特にこの全体主義というイメージが非常に中国に対して連想するときが多いんですが、ただ中国の方は今回目立った変化がありまして、日本を覇権主義と捉える中国の国民がですね、去年の 35.1% から 48.9% に増えたということです。13ポイントが増えた。それで軍国主義というのも、今まではいつも半数近くあって、今回は少し減ったんですが、それでも 41% あるということですから、この2つがですね、日本は覇権主義の国で、それで軍国主義だという思う人たちが中国の中に増えていると。覇権主義というのは力によって相手を支配するという傾向ですから、どうしてそういうふうな認識なのかというふうに私たち気になっています。で、一方ですね、日中関係に関してはですね、これも同じように過去最悪の状況になっています。ただこれは日中関係の今の現状の評価ですから、印象とはちょっと違うんですが、これに関しても日本はですね、8割 79.7% まで今日中関係良くない、どちらかといえば良くないという方が多いと。で、中国の方はなんと 90.3% が今の現状が良くないと思っているんですね。で、これは去年との比較で見ますと、実は日本の場合は同じ形で比較できて、去年は 53.7% だったのが 79.7 ですから、まさに20ポイント以上増えたんですね。この日中関係が悪化していると。で、中国は実は去年 40% しかなかったんです。
で、なので、数値上はですね、50ポイントマーク化したということが言えるんですが、さらにですね、じゃあ今後はどうなるのかということなんですが、基本的にその日本は、日本人は日中関係は 28.3%、3割近くが今後さらに悪化するだろうと。で、今変わらないという人が 39.4 割近くいますから、7割近くの人が今の深刻な状況がそのままかさらに悪化すると日本人は思っています。で、中国の方はですね、45.3% がさらに悪化すると思っていますから、8割近い人がですね、今のこの状況がさらに悪化するというふうに思って、かなり非常に厳しい状況だというふうな状況になります。何がこの障害になっているのかと。で、やはり土地 の国もですね、尖閣諸島、そして徴用等の問題が非常に多いと。で、特に中国側は去年 50.4% だったのが 77.9%、8割ぐらいまで増えたという20ポイント近くが今回増加しているわけですね。日本も同じように 69.6 から増加しています。で、この時にもう一つ日本が増えているのが中国の反日教育って、つまり多分ですね、日本の国民は中国がかなりその感情的に悪化していることを なぜなんだろうという、そういう教育とかいろんな原因を探し出してですね、こういう認識をしていると思うんですね。で、ただ中国のところで私たちがちょっと注目したのは、いつもここの中国 その国民の意識の中にはですね、かなり冷静な意見が必ずあったんですね。例えば日本、中国国民のナショナリズム、また反日感情ということが日中関係の障害になるだろうという方が必ず2割ぐらいいました。それから中国自身の歴史教育の問題を指摘する人が中国国民にいたんですが、今回に限ってはそういう声が非常に小さくなって、冷静な見方が非常に薄くなっているという状況も非常に注目できる現象だと思っております。お互いの国に行きたくないという人が大体7割になったという状況ですね。お互いその交流ということの重要性ということもあるんですが、これはいつもですね、8割7割ぐらい民間交流ということが大事だということがあるんですが、今回日本も中国も6割台にそれが落ちてしまっていると。中国は 80% だったのが 67%、 日本は 74% だったのが 60% で、むしろ重要でないという、民間交流が重要でないという人たちも増えてきているという状況になっていまして、非常に交流、民間レベルの交流に対してもですね、疑問が少しながら出てきているという状況を留意する必要があるんじゃないかと思っています。で、次に歴史問題のこの認識はですね、基本的にはその今まで日中関係っていうのは、日中関係が改善すると歴史問題は徐々に改善するということが非常にある程度多かったんですね。ある今回の傾向は歴史問題が重要だと、これが解決しないと両国関係は難しいというその意見が中国の中で逆に復活してですね、4割ぐらい、つまりそれが一番多くなってしまったということで、その歴史関係 の問題の認識が非常に今年強まってしまったと。で、もう一つ象徴的だと、首相の靖国参拝問題なんですが、これは実は中国の中でも詩人だったらいいんじゃないかという声が去年は 36.2% あったんですが、今回はそれが 20.4% に減ってですね、公人だろうが詩人だろうが参拝すべきではないというのが 62.7%、 去年は 43.1% ですから20ポイント増えてしまっているという状況ですね。で、次に まさにこういう状況をどのように解決していかなきゃいけないのかというふうな体験に入っていくんですが、首相会談が必要ではないだろうかと、首脳会談ですね、ということに関しては両国民とも6割、日本は 64.9%、 中国は 57.1% が必要だというふうに答えています。で、ただ日本、中国の中で 37% が必要ではないという形もいらっしゃるということも理由づけられないと。で、一方で日中平和友好条約というものが35周年で、私たちはこの第一条という問題を非常に気にしているんですね。つまりどんな紛争も平和的な手段を解決すべきだと、こういうことが非常に私たちは日中間で議論すべきじゃないかと思ってたんですが、この条文5条しかないんですが、あなたはどの条文を今日的に必要だと思ってますかっていう説明に関して、日本はその第一条なんですが、中国は第二条 を考える人が、まあ、想定的に多いと、まあ、その圧倒的多いわけじゃないんですね。相対的に第二条というのは、両国が覇権を求めるべきではないと、いかなる覇権の確立のことに反対するという形でした。覇権というのは、当時はこれはロシアを意識していたんですが、日本から見ると驚くことに、やっぱり多分日本を想定している意識があるんじゃないかと想像されると。で、次に領土問題の解決の問題なんですが、これはやはりその
領土問題は存在しているか、これに関しては中国側は 82.2% 存在していると、日本は 62.7% が存在していると、で中国は去年 59.3% でしたから、やっぱりこれも20ポイント、今年1年で増えているという状況です。ということになると思います。つまり中国国民はやっぱりその領土問題の存在を今年1年非常に非常に重視し始めたという展開だと思います。でこの解決に関しては日本と中国の間で、去年と選択肢がちょっと違うということもあるんですが、少し方向が変わっていると。で日本はですね、速やかに交渉して平和解決を目指すということと、国際司法裁判所へ提訴する、つまり交渉による平和解決と法による解決ということが国民レベルでも一番多いんですね、半数ぐらいになっているんですが、中国側はですね、国際司法裁判所の提訴ということに関しては去年は 7.5% ですから、それが 20% まで増えたということが増えているんですが、やっぱり交渉軸に領土問題の存在を日本に認めてもらうとか、実質的なコントロールを強化すべきだという、そういうふうなことに関する意思の国民レベルの半分ぐらいになっていると。その上で日中間の尖閣周辺、また尖閣諸島より周辺で軍事紛争が起こる可能性もあるかということに関して、日本の人たちは 46.7% 起こらないと思っているんですが、中国の国民の方は 52.7% が数年以内また将来的に起こる可能性があるというふうな形を見てまして、そこに関しても少し違うと。で最後にですね、ちょっと注目できることで言うとですね、メディア報道に関する問題なんですが、要するにこれは毎年やってることなんですが、日本では中国に報道言論自由はないと制限されている人がかなり多いですね、79% 多いんですが、中国の人も日本のメディアは報道の自由が制約されている、また報道の自由がないと思う人が 70% いるということですね。それからですね、自国のメディア報道が客観的公平な報道をしているか、つまりその日中関係に関するですね、報道が客観的公平かということの説問、これ毎年聞いてるんですが、日本はですね、大体客観的報道の公平だというのはいつも 25% 程度なんですよ。これは多いと思うか低いと思うかといろいろ意見あると思うんですが、ただ中国はですね、やっぱり中国の中でもやっぱり 20% もあれば中国のメディア報道が客観公平ではないという人がいたんですが、今回はですね、84.5% が中国メディアの報道が公平で客観的だというふうに捉える人がかなり去年と比べて急増したというのも一つの現象だというふうに思っておりますし、またインターネットの世論が適正な民意を形成しているかということなんですが、日本はですね、これは適正だと思うのは1割くらいしかないんですね、日本の国民はですね。ただ中国はいつもこれが48半数程度で意見が分かれているんです。ただこれは今回若い学生とか教職員ベースを調べて見るとですね、去年は適正ではないと、適正な身になってないと、インターネット世論はですね、ということが学生さんとか教職員は 16% しかなかったんですが、今回は 44.8% まで膨らんでいるということが今回の結果で出ています。そしてこの世論調査をそのための材料として行っているんですが、これが過去9回で最悪になったということに関して、かなりこれは危険な状況だと私たちは判断しています。でこの問題というのは、塩の海は尖閣諸島を巡る両国の対立なのですが、これがですね、特に中国の世論はこれを歴史認識につながったりですね、またさっきあったんですが、日本が尖閣で覇権的な力、支配を拡大しているという、日本から見れば非常にその違和感がある認識なんですが、しかしそれが中国の社会の中で支配的な、そういうような空気が広がっていると。でこういうようなその形で中国の民意が全面的に悪化しているということに関して、私たちは今注意を要する段階だというふうに判断しています。で先ほども言いましたように、日本と中国の間は依然としてコミュニケーション、直接的な交流が少ないために、こうしたメディア報道に依存して認識を形成しているんですね。でお互い今回の感情悪化もですね、両国のメディア報道によって加速しているということなんですが、たださっきも言いましたように、そういうような状況でもですね、絶えずそれに対して冷静な見方が日本と中国の国民の中にはありましたが、今回はですね、そういうような冷静な見方そのもの、またその今のナショナリズムの行き過ぎを懸念する見方が世論の中で
薄くなってしまってですね、それが加熱するまさにメディア報道と一体化して増幅しているような状況に関して、これはもはや放置すべき段階を超えているのではないかと私たちは思わざるをえないと思っています。でまた日本に関してはこうした中国 の、 経済的な台頭だけではなくてですね、国民の悪化に対するミラー効果、鏡の効果でして、それがお互いメディア報道によって増幅して、それが全面的な悪化の事態に今なったと私たちは思っているんですが、やはりこういうふうな事態をまさに私たちは課題として考える段階に来ているんじゃないかというふうに思っています。その上でやはり今回政府間の対話がこの間非常にないということに私たちは非常に気になっています。まさにこういうふうなその国民間 の、 その感情的な対立がですね、その政府間のさっきも説明したようにですね、さまざまな民間でのコミュニケーションのチャンネルそのものの疑問にも発展する今事態がある状況の中でもですね、まさにその政府間のがまさにこういう状況をお互いの課題としてやっぱりきちんと考える段階に来ているのではないかと。で特にその東シナ海ではお互いにその今この状況を放置しているわけですから、偶発的な事故からですね、それが全面的にひょっとしたら危険な取り返しのつかない状況に発展する可能性があるという状況ですから、なおさらですね、こういうふうな状況の関係改善のために取り組みが必要な局面だと。でまずそれ一義的には政府がそれをやってほしいと私たちは思っていますが、政府だけではダメで、あとメディアの方もそうですし、民間のさまざまなつまりアジアに対するステークホルダー当事者間のですね、こういうふうな状況を改善するための対話に乗り出すべき歴史的なタイミングに今来ているのではないかと私たちは判断しております。その意味で、後から最後に伝えることになると思いますが、私たちは10月にこの結果を持ち寄って中国との対話を行う予定ですから、私たちはこの状況を改善するための努力をしていきたいというふうに思っています。